さまざまな原生生物が自らの生命をかけて懸命に生きるピクミンの世界。2020年10月30日についにピクミン3のパワーアップバージョン、ピクミン3デラックスが発売されます。ようこそ、ゲーム生物図鑑へガイドのペアです。今回は本日ついに配信されたピクミン3デラックスの体験版より、ピクミン2から16年ぶりに復活した人気コンテンツ、原生生物図鑑を見ていきましょう。サクッと説明しますと、原生生物図鑑とはピクミン2で搭載された図鑑機能で、主人公のオリマーが出会った原生生物たちのレポートを読めるというものです。裏要素としてもう一人の主人公ルーイが解説してくれる原生生物の食べ方も大人気コンテンツとなっています。このルーイの食レポをまとめた動画も公開していますので、よかったら見ていってね。またピクピク人参という餌をまいて生物観察もできました。果たしてピクミン3デラックスでは一体どのような機能が搭載されているのでしょうか。なお、体験版で図鑑で確認できた原生生物は10匹。レポートが読めるのがその時点で登場しているアルフとブリトニーの2人のものとなります。残りのチャーリー、オリマー、ルイのレポートも楽しみですね。では前置きが長くなりましたが、早速見ていきましょう。ウジンコ、メス。解説。弱点、背中。重さ1。近づくと地面から出てくるけど攻撃はしてこない。僕がこの惑星についてピクミン以外で初めて出会った生き物だ。アルフ。私と同じで小さくてピンク色だからちょっとだけ親近感があるんだけど、特に何もしてこないこともあってピクミンたちの獲物になっているわ。儚いけどみんな一生懸命に生きているのね。ブリトニー。主な生息地、始まりの森。白しじみ。解説。弱点、全体、重さ1。主な生息地、最下位の花園。小さな蝶の羽ばたきであっても、どこかで収束しない大きな変化をもたらす可能性があると言われている。僕らがこの惑星に与える影響は？アルフ。おそらくこれはバタフライエフェクトのことを言っているのだと思います。まるで花びらが舞っているような美しい姿をしているわ。だけどなんでシジミって名前なのかしら。羽を閉じて止まっている時も別に貝には似ていないわよね。コチャッピー。解説。弱点、背中。重さ3。主な生息地、最下位の花園など。小さいといっても僕らコッパイ星人と同じくらいの大きさで食欲も旺盛だ。油断しないで一匹ずつおびき出してからやっつけるのが良さそうだ。アルフ。惑星探索ってあちこち歩き回るから足が疲れちゃうのよね。この子くらいのサイズならうまくやれば背中に乗ることもできるんじゃないかしら。なんてロマンチックすぎるわね。ブリトニー。チャッピー。解説。弱点、目玉、背中。重さ10。主な生息地、最下位の花園など。赤と白の警戒色を目立たせて隠れることもなく真っ昼間から寝ているのは、きっとこの惑星の生態ピラミッドで上位にいるからなんだろうな。正面からまともに戦うのは危険なので、寝ている隙に背中から突撃するか、弱点の目玉を狙うのが良さそうだ。アルフ。初めて見た時は、背中側からだったせいか美味しそうな果実と思っちゃったけど、よく見ると水玉模様がおしゃれよね。私たちの宇宙服も安物なんかじゃなくて、もう少し可愛いデザインのものにしてくれてもよかったのに。ブリトニー。トロロタラシ。解説。弱点、全体、重さ6。主な生息地、最下位の花園。初めて見た時は岩ピクミンを体の中に取り込んでいたんだっけ。ピクミン以外にも小さめの果実なんかを吸い上げることがあるみたいだ。でもお腹いっぱいになると辺りをふらふらと動き回るだけでピクミンを消化する様子はないし、食べるのが目的ってわけじゃなさそうだ。もしかして寂しがり屋なのかな。アルフ。透明なボディに水玉模様、頭の綿毛もアクセントになっていて結構おしゃれな感じよね。あんな感じの宇宙服があったら
こっぱいせいで流行るかもしれないわ。もちろん私は着ないけど。ブリトニー。エボシ飛ばし解説。弱点、全体、重さ3、主な生息地、最下位の花園など。背負っている硬い水晶を飛ばしてはまた背負って飛ばしてくる。岩ピクミンなら水晶も壊せるし、潰れることもないので安心だ。重い水晶を背負って動き回るなんて見た目の割に力があるのね。あの細い足のどこにそんな力があるのかしら。ブリトニー。ブタドックリ。弱点、全体、重さ5。主な生息地、惑星、全域。口から火を吹いてくるけれど、火に強い赤ピクミンならへっちゃらだ。小さい割に火力はなかなか強いので、宇宙船のエンジンに利用できないかな。アルフ。濡れた宇宙服を乾かしたり、寒い場所で暖を取れるかなって思ったけど、うまく火力調整できなかったのよね。危うく火傷しちゃうところだったわ。ブリトニー。イモガエル。解説。弱点、全体、重さ5。主な生息地、最下位の花園など。距離を測るように獲物のか、距離を測るように獲物に体を向けた後、高く飛び上がって真上から踏みつけてくる。空中で一瞬止まっている間に避けないと、たくさんのピクミンがやられてしまう。重さと同じ数のピクミンをくっつけると、高く飛び上がれなくなるみたいだけど、岩ピクミンなら踏まれても潰れないので、放っておいても安心だ。アルフ、あの小さな手足であれだけ高く飛ぶことができるなんて見た目の割に軽いのかしら。でも手足が小さいから泳ぎは苦手そうよね。ブリトニー。ハンボ。解説。弱点、背中、重さ1。主な生息地、最下位の花園。まるで頭上の木から落ちてきたばかりの青々とした葉っぱにしか見えない。高いカモフラージュ能力は驚かされる。急に動き出すのにも驚かされるけど、周囲に溶け込む保護色を研究すれば、隊員の宇宙服やドレイク号の機体にも応用できるかもしれないな。アルフ。胴体や手足が葉っぱの形をしているだけじゃなくて、よく見ると小さな赤い目も何かの果実の形になっているみたい。でも、どんなに見た目をそっくりにしても、近づいただけで動き回ってしまうんじゃ、せっかくの擬態も台無しよね。ブリトニー。大鎧モムカデ。解説、弱点、全体、硬い殻に守られている。重さ、20。主な生息地、最下位の花園。岩ピクミをたくさん投げて、やっと壊せる硬いコードの水晶の殻をまとっている。地面に落ちたらすぐに消えちゃうけど、ドレイク号の装甲に使えたらいいのにな。アルフ。あの全身を覆っている水晶は宇宙にも通じるレベルの美しさだわ。なんとか水晶を回収して綺麗な宇宙服を作れないものかしら。でも、ちょっと透けちゃうのが難点ね。ブリトニー。以上、いかがでしたでしょうか。やはりアルフ君のレポートはオリマーのレポートに比べ経験の浅さが感じられますし、ブリトニーさんのレポートは女性らしさが全開でキャラクターが表現されていて面白かったですね。ピクピク人参を上げる機能がなくなっていたり、アップで生物が見れないといった不満点もありますが、その分5種類のレポートが読めるので楽しみで仕方がありませんね。しかし早くオリマーとルイのレポートが読みたい。他の生き物や他の主人公のレポートなど楽しみにしながら、ピクミン3デラックスの発売をみんなで待ちましょう。このチャンネルではピクミンをはじめ様々なゲームに登場する生物に焦点を当てて動画を公開しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。登録していただけると飛びます。それではまた次回お会いできる日を夢見て、またね。